皆さんこんにちは。木津川市人権啓発研修会を YouTube でお届けします。オンライン配信講座ということで、今回はヘイトスピーチについてお話しさせてもらいます。私は NPO 京都コリアン生活センターエルファで仕事をしています佐藤大と申します。どうぞよろしくお願いします。4回講座の2回目は京都朝鮮学校ヘイトクライム事件ということで、実際に京都で起こったヘイト事件を見ていきたいと思います。今日もスライドを使いながら話を進めていきます。ヘイト現場の映像や音声は流しませんが、現場の写真やどんな発言がなされたかはお伝えしたいと思います。事件の経過と前後の状況は渾身のルポルタージュが発刊されています。その本の中で当事者たちの心理描写も詳しく書き残されていますので、関心を持たれましたらぜひご覧ください。事件は2009年12月4日に発生します。京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校は、当時この地域で60年を超える歴史を持つ民族学校でした。その日は京都のほか2校と滋賀の学校からも交流行事のために子どもたちが集まっていましたので、学校には幼稚園から小学校6年生まで100人を超える子どもたちが来ていました。この事件の特徴です。白昼堂々と差別が行われたこと、日本社会にヘイトスピーチの存在を知らしめたこと、そして事件が1回で終わらなかったことが挙げられます。これまでも朝鮮学校の通学制服であるチマチョゴリを電車内で切り裂くなど、悪質な犯罪行為が朝鮮学校に通う子どもたちの身を危険にさらしてきました。その時加害者は陰に隠れたままでしたが、今回は学校の門前に在徳会と主権回復を目指す会のメンバー11人が集まり、朝鮮学校を日本から叩き出せ、スパイの子どもじゃないか、約束というのはね、人間同士がするもんなんですよ、人間と朝鮮人では約束は成立しません、キムチ臭いねんなどとハンドマイクで学校に向かって叫び続け、差別を煽り立てる様子をエンターテインメントのように仕立てネット配信しています。堂々と差別をすることで自分たちの行為を正当化しながら、差別行為それ自体を楽しむだけでなく、これは差別ではない、もっと叫んでいいんだとネット動画の視聴者に思わせ、差別を吹聴し煽り立てることを目的としたことです。この事件はヘイトスピーチの存在を日本社会に広く知らしめました。裁判を提訴して戦ったからです。朝鮮学校の子どもたちをターゲットとする犯罪を看過せずに、100人に上る大弁護団が結成され、大きなニュースになりました。そして特筆すべきは事件が1回で終わっていないことです。2009年12月4日の後、2010年1月14日に2回目、3月28日に3回目と、学校近隣の公園や道路を使ってヘイト集会、ヘイトデモが行われました。刑事訴訟、民事訴訟がなされ、それぞれ実行者の有罪判決、違法判決が確定した後も、2017年の4月23日、学校移転後の公園跡地で同一人物が事件を称賛する凱旋を行っています。この事件も起訴され、刑事訴訟で名誉毀損が確定、有罪判決が下されています。この裁判が行われている最中、2019年3月9日には、京都の祇園で公園奪還10周年と称するヘイトデモが行われました。カウンターが全国から集まって抗議をしていますが、ヘイト事件を賛美する行為は収まっていないのが残念ながら現状です。事件の被害実態、公園奪還という言説の真偽についてもう少し話します。事件後の子どもたちの中には、古紙回収車の音に怯える子ども、作業着姿の大人を見ると泣き出す子ども、もう公園には行きたくないと言い出す子どもが出始め、夜泣きや夜尿が再開したり、一人で留守番ができなくなる子もいました。ヘイト凱旋はネットで誰もが見られる状況でした。そこには内容を賛美するコメントがずらっと並んでいました。それを見た子どもたちは親に向かって、帰れって、
どこに帰れって言ってるの？とか、この人たちはまた来るの？と質問するなど、学校ばかりか家庭で親も子も苦しむ場面が生まれました。学校は教育業務をする傍ら、日常の警備や裁判の準備に追われ、教員たちは疲労困憊の日々を過ごしました。体育で使用されていた向かいの公園が使えなくなり、車で片道10分はかかる総合公園や遠くの朝鮮学校窓まで移動しなくてはならず、運動の機会が減り、子どもたちが転びやすくなったり、短距離走の記録が落ちたりと、顕著な体力低下が見られました。事件2年後の2012年4月には、学習環境を守るため学校を移設しています。これだけの状況変化が起こった場合、日本の学校であれば児童のケアのためにスクールカウンセラーが派遣されますが、朝鮮学校は制度の対象になっておらず、現場は裁判の準備に追われっぱなしで、子どもたちの心のケアを体制として保障することはできませんでした。保護者を含めた関係者からは別々の意見が学校に寄せられました。差別は自分たちも経験してきた。ことを荒立てずに我慢してやり過ごしたらいい。裁判をしたところで朝鮮学校のことを守ってくれるはずがないというもの。それから事件現場で1時間もヘイト凱旋を続けさせるなんて、学校の対応は弱腰だったんじゃないかというもの。両方の意見に挟まれ、学校運営に携わる人々の心身の疲労はピークでした。事件現場には警察が駆けつけていて、一部始終を見ていました。後に裁判で有罪になる事案であったにもかかわらず、ヘイトスピーチを止めませんでした。そのことが当事者を苦しめました。事件を経験した子ども、動画を視聴した子どもから、朝鮮人って悪いことなん？と尋ねられる。日本で生まれながらも、民族のアイデンティティに誇りを持って育ってほしいという思いで、子どもを朝鮮学校に通わせたけれども、その学校に通っていることで自尊心を傷つけられる事件に巻き込まれてしまうという矛盾。これが当事者を最も苦しめたことではないでしょうか。事件の記憶を10年間語り継いできたある当事者は、今でも話をするたびに恐怖と動機が収まらない、そんな様子を語っています。事件の被害は今なお回復途上にあると私は考えています。なぜヘイトクライムが堂々と行われたのか。差別事件の実行者たちは、朝鮮学校が公園を使っていることで近隣住民が公園を使えずに迷惑していることを大義名分に掲げたばかりか、日本の土地が朝鮮人に不法占拠されていると嘘を広め、朝鮮学校が移転した後は領土を奪還したということを祝うために現地に来て、その動画を今もネットに上げ続けています。京都朝鮮第一初級学校は、向かいにある勧進橋児童公園を使用して体育の授業や運動会、バザーなどのイベントをしていました。それは1960年に現地へ校舎を移転した時から続いていました。1963年頃、京都市が公園整備を始め、学校と近隣の自治連合会、管理者である京都市との3社で集まって公園使用の協議を行いました。金網を設置する場所、遊具の置き場所などを確認して、学校の使用を継続しても問題ないことがここで確認されました。これについて京都市は、記録が残っておらず確認できないと語っていますが、学校には3社の名前が記されたメモと、協議の中で京都市が作成した図面が残っています。そもそも校庭のない公立学校が近隣の公園をグラウンド代わりに使用することは珍しいことではなく、京都市の他の公立学校でもそうした事例はあります。その後半世紀、学校は公園をグラウンドとして使用し、サッカーゴールと朝礼台とスピーカーという最低限の私物を公園に置きました。サッカーゴールは地元の子どもたちも利用していました。また学校は鉄棒とブランコを公園に寄贈し、1991年には京都市からの感謝状も贈られています。
2000年頃になると公園の上に高速道路を通す工事計画が持ち上がります。その頃には近隣にも新しいマンション、新しい住民が入ってくるようになり、学校の歴史や事情を知らない人が増えてきました。そして事件の起きた2009年の春、学校に京都市を通じて公園に学校のサッカーゴールが置いてあるのはどういうことかという連絡が入ったのです。これまでも同様の問い合わせはあったようですが、京都市として学校に指導するほどのものにはなっていませんでした。しかし今回は京都市に対して繰り返し抗議があったようで、高速道路の工事を控える中、サッカーゴールを撤去できないかと京都市が打診をしたのです。市との交渉が行われ、ようやく代替地が見つかったところで、学校側は2010年1月までの撤去を約束します。そんな矢先に住民から相談のメールが入ったということで、ヘイト事件が起こされたのです。公園を使用したバザーをめぐっても、より良い開催方法をめぐって地元住民との話し合いがなされ、改善がなされた傍らの出来事でした。当の学校とは直接に話し合いをせずに、差別団体へのいわゆる通報がなされ、戦後奪われた日本人の土地を奪還するという言説がヘイトスピーチの大義名分として作り出されたのです。ヘイトスピーチは差別を行うために対話を拒絶し、虚偽を織り交ぜて差別を受けている人たちをさらに徹底的に攻撃する行為です。多くの場合、差別がひどすぎて反論する気力さえ奪ってしまいます。ネット上で流布するヘイトの言説を暴こうとするだけでも、当事者はもちろん支援者ですら終わりの見えない戦いに身を置くことになります。この動画をご覧になったあなたがヘイトを許さない、そんな思いを強くしてくださることを願ってやみません。